アエロフロート航空7425便墜落事故とは、1985年7月10日に、ソビエト連邦内ユーズベク SSR のウチュクドゥクで発生した事故である。この事故で登場していた200人全員が死亡した。同系機のツポレフツ -154 アエロフロート航空7425便は、カルシュファレニングラード間を飛行する。 国内線の定期旅客便であり、アエロフロート航空のウズベキスタン担当部門が運航していた。7425便は高度11600メートルを接速速度に近い大気速度時速400キロメートルで、ウファからレニングラードへ向かっていた。低速で飛行しているため機体に振動が発生したが、乗員はエンジンサージが発生したと誤解し、 エンジン出力をフライトアイドルまで減速させるためにスラストレバーを操作したが、それにより待機速度がさらに低下し、時速 290km になった。機体は失速して水平切りも未状態となり、ウズベキスタンのウチクドゥク付近に墜落した。乗客191人と乗員9人の全員が死亡した。これはソビート連邦及び ウズベキスタンの航空史上最悪の事故となり、2012年現在、スマイナス154による航空事故の中で世界一死者数が多い航空事故となっている。7425便のコックピットボイスレコーダーは事故により破壊されていた。調査団は心理学者の協力を得て事故につながった人的要因を調査し、7425便の乗員が 離陸まで出発地の空港で24時間過ごしたため、事故当時彼らが非常に疲労していたことに気づいた。事故につながった他の要因として異常な事態に遭遇した乗員に対する不適切な規則が挙げられた。ありがとうございます。